海道地、北海道からのご寄港人のメッセージ。岡田さんは長くですね、OSG 大財団の、企業メンバーとしてですね、財団を支えてくれている会社の一つということで、今日は地図の方の本格的な話を。北海地図の石崎と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、10周年というところもありまして、弊社が、どのように、ホスト法人にお世話になったかというところをですね、ちょっとお話しさせていただきたいなと思います。で、発表の流れとしましては、まず弊社についてというところと、ホスト法人というこのコミュニティに参加していくと、あと、ホスト法人をどう利用してきたかというところをご紹介したいと思います。でまずちょっと自己紹介なんですけども、石崎一郎といいまして、北海地図株式会社という会社に勤めています。で場所は北海道の旭川市というところにあります。でタイムテーブルは部署名が研究開発課というふうになってたんですけども、10月からちょっと部署名が変わりまして、空間情報開発グループというところになります。で業務としては、ホスト 4G とか商用 GIS を使って、配達をしておりまして、5月にちょっと、役職が変わったんですけども、それまではお客さんのところに行って、2、3週間お客さんの場所で試験をして、ずっとこもったりして、で終わった後に今度、各地にですね、このシステムを入れに行くとか、そんなことをずっとやっておりまして、なかなか他の一般の方に教えられないようなシステムをこっそりとやっておりました。で、ツイッターとかもあるんですけども、なかなかつぶやくことがなくて、ちょっとほとんどつぶやいていませんというところと、あと、Facebook もですね、ちょっとずっとやってなくて、今年5月ぐらいから始めたので、もしよろしかったら、お友達になっていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。で、旭川って、ちょっとなかなかわからない方もいるかと思うので、ちょっと地図、ちょっとこれ、弊社のパンフレットから聞いてたら、ちょっと周り変になってるんですけども、北海道がありまして、で、今日この後は古川さんの方、札幌から来られている古川さんの方が、札幌中心にある札幌よりさらに120キロぐらい北にあるところが旭川市というところで、先週ちょっと雪も5センチぐらい積もったとかね、で、今は溶けてますけど、今日もマイナスになってるんじゃないかなと思っています。では、まず北海通貨日傘についてということで、もともと北海地図株式会社はもう60年ぐらいになりまして、で、最初はこういうペンやガラス口というものを使って地図を作っていました。で、こちらに書いてあるように、こういう手でこう乗るとか、書くというような形で地図を作ってきた。で、その後ですね、このフィルムなんですけども、このオレンジのフィルムの上に針の太さ、いろんな太さが違うものでこう削ってですね、でこういう形で地図を作るとか、で、そういうことをやって地図を作ってきました。で、現在、あと、カーナビのデータも作ってます。はい。で、現在は、もうデジタル化してますので、先ほどのような地図の作り方は全くしてなくて、コンピューターで作って、で、デジタルプレートセッターという機械ですね。で、これで版を作りまして、でその版を印刷機にかけまして、で、こういう地図を作って、印刷を作るというような形で地図を作っています。で、その中で、私のところでは、GIS主にやっているというところになります。では、ホスト 4G の参加というところで、掃除ですね、参加ちょっとですね、多分ここから2009の東京からだと、ちょっとこの辺がちょっと記憶が曖昧なんですけども、2009だと、参加させていただいています。で、2010年大阪東京ということで、私が参加したのは実はこの2010年大阪が最初でして、で、その当時参加した時は大阪のメンバーの方々もすごいパワーがあってですね、ちょっとこういう発表の場もワンテストの人笑いみたいなことを言われて、ちょっと私今日大丈夫かなと思ってきたんですけども、皆さん優しそうなんで今日は良かったなと思ってるんですけども。で、その後ですね、北海道というのも2012年ぐらいから始まっておりまして、で、2015年には、ソウルで、ワールドカンファレンスがありました。そちらも、私はほとんど英語できないんですけど、
で私も行きました。で、まあ、今回奈良観光というような形で参加させていただいて、で、昨年ですね、放送時の朝日とプレセミナーというのを、2010年7月2日にやりまして、まあ、こういう、まあ、印刷機ですね、まあ、放送時北海道前にやったんですけども、でこういう形で、まあ、会社、まあ、地図の作成現場を見るという形で、まあ、セミナーを、やらさせていただいています。であと、まあ、会場の中で、プレセミナーということで、発表とかですね、やっていただいて、まあ、会社の方でいろいろやっていただいたという経緯がございます。あと、これ、まあ、昨年、ですね、これ、韓国でやった、44ですね。で、私と、あと、まあ、そこにいる、大橋というものと、あと、3人で行ったんですけども、で、私も大橋もほとんど英語喋れないんですけども、このコミュニティの方たちは、英語喋れないのに、この、みんなの前で喋らせたという、すごいなと思ってたんですけども、で、まあ、うちも、まあ、営業も、大橋も、まあ、すごいなと思っておりました。では実際に放送法人の利用をどうしてきたかというところを、紹介したいと思います。初めて放送法人に、弊社の方が、関わったというかですね、この情報を仕入れたのが、2004年の7月ぐらいでした。で、当時の株式会社が大きいですね。今、パスワードさんという会社になられましたけども、でそこで、マップサーバーというものを、発売しますよという情報を社内で共有しまして、でこれは使えるのかなみたいな話を、当時していた記憶があります。でこの当時ですね、私たちの方では、SIS という、インフォマティックさんの、GIS とか、あと WebGIS はジオベースというドーンさんが使ったものとか、あとオートデスクさんのマップガイドというものを使ってて、こういうものを、醤油のライセンス GIS を使って、GIS を、で、お客様の方に納めていくということをしておりました。で、2004年ってどんな時期だったかなと思うと、中小小泉純一だったので、任天堂 DS が北米で発売されたと、プレイステーション、ポータブルが発売された。最近は、ポケモン GO が流行ってますけども、当時ポケモンモンスターエベラルドというのが、売っていたというような状態の時代です。でこの当時の ArcGIS のバージョンも 9.0 で、SIS の 6.1 が出始めたばかりという年に、このマップサーバーというのを、弊社の方で、ちょっとこれ使えるんじゃないって話が、出てきたという状態でした。で、社内でですね、研究する部隊ですね、そしたらちょっと、場所がダイバーなので、ダイバープロジェクトって名前を付けて、ちょっと研究してみようという形で、まず始めました。で当時ですね、PHP プログラマーズマガジン、これ8月号ってちょっとメールで残ってたんで、これ書いてたの。あと日経リンクの10月号にですね、マップサーバーの記事が載っておりまして、で、それをちょっと購入して、で、昔なので付録に CD が付いてたんですよね。で、それを使ってちょっといろいろ研究したりとか、で、データポストデータを投入して、で、弊社の方ですね、全国の日本地図のデータというのを整備しておりますので、それの確認用ツールというのを、ディスマップという製品なんですけど、これを社内で確認できるツールということで、ディスマップオンウェーブというツールを構築して、コスフォージーのツールから、製品からこういう社内ツールを作るというのが、一番の最初になります。ただちょっと写真探しちゃったんですけど、なかなか見つからなくて、それはちょっと、お見せできる状態ではなかったです。でその後ですね、外部講師の取り組みということで、2011年7月ですね、で、このビディンと加山さんに来ていただきまして、放送法人の紹介、休日入門というのを、当社の方でやっていただきました。あと、山出さんというとですね、休日のプラグインの開発入門をしていただきました。でこれ、すみません、先がちょっと見つからなかったんで、応援してくることはできなかったんですけども、でこれをやったおかげでどうなったかというと、まず、開発部門って会社の人数の中で、割合としては少ないんですけど、ほとんど、地図を作る部隊の方が多いんですけども、でその部隊の方が、社内で、作ったツールというのを使っていたんですけども、これを紹介していただいておかげで、QGIS の利用者というのを社内で作って、いろんな使い方ができるようになった。
それから、まあ、先ほどマップガイドとか、ジオベースって話をさせていただいたんですけども、まあ、高速工事を利用して WebGIS 安全というのが作れるようになったので、まあ、こういう、業務がバーンと増えていくというような状況になっていました。で、その後ですね、高速工事の発表ファンゾーンということで、2011年から、まあ、弊社の方で発表したものをちょっとまとめてみたんですけども、まあ、2011年は2つ、まあ、国会地図はデータ面から補足を支援しますとか、地図整備上からコメントを使える地図は使いにくいとか、2012年は、ArcGIS の便利なインダスマイル機能に、QGIS API を駆使して挑んでみたとか、釧路湿原、阿寒、松湯観光の移動支援システム、あと、マップサーバーの入門の発表もさせていただきました。で2013年は、ウェブタブレット向け対戦提供サービスとか、GIS 方法壁を持ったビッグデータ上の機能を、あと QGIS プログラミング入門のハンドオン。で、2014年が高速工事で構築した、相談する計画マネージャー、ヤマタイムの紹介。ポスト GIS 初級兵空間情報データを利用するハンドオンですね。で、2015年も同じようなハンドオンと、空間情報データを利用するハンドオン。あと2016年は、北海道でセシウムを動かしてみようという反応をやりました。で、これが、その時のちょっと1枚のあれなんですけど、まあ、これ QGIS と ArcGIS ということで、まあ、印刷機能とかですね、画面でどういうことができるかっていうのをこう比較してやったというものです。まあ、この時は結構 QGIS の方がなかなか ArcGIS に勝てないというところではあったんですけども、なかなかいいところでした。ただ現在はかなり QGIS の、性能が良くなっているので、かなりできることが増えているというような感じでいます。あと、これは釧路湿原の時に作ったマップで、これはオープンレイヤーツールと、あとデータベースはホスト JS で、この観光地のアイコンがいろいろあるんですけど、でこれをクリックしてやると、PG ルーティングで使って、ルート検索してとかの情報だというようなシステムですね。あと、これが、タイルミルクとして、地図をタイル化して、まあ、アンドロイドで取り込んで表示するっていうのをですね、っていうのをやりました。とこれが、GIS 情報ハドープということで、これは、米国の SD さんの方で、オープンソースで、提供されていた、ハドープを使った、ものの、分散処理で、まあ、そうですね、アグレースと比較しても、まあ、3倍ぐらい速くなるとか、あと、まあ、サーバーを増やしていけば、その分どんどん速くなっていくとかですね、そういう検証をしたという発表をしました。あと、これが、まあ、山系さんですけど、山谷というところなんですけども、その時の、まあ、画面ですね、まあ、こう登山の地図が、ルートがあって、この辺もオープンレイヤーとか、ホスト GIS とキーリルズ、ギオサーバーとかですね、作るシステムの発表をしました。あと、これは、まあ、セジウムですね、セジウムの、まあ、ハンズオンとか、そういうのを画面ですけども、まあ、こんなことができましたよと。で、あと、まあ、地図印刷との連携ということで、まあ、弊社でどういうふうに、まあ、まずそのベースとなる地図を作ってるんですけども、当然それから印刷物とか、オープンデータのデータとか、オフライン地図とか、まあ、いろいろ作れるんですけども、で、まあ、ここのホームページのところとかですね、こういうところとかオープンソースを使ったりとか、というのができると。で、まあ、実際に地図用の印刷のデータから、この、オープンレイヤーですね、これを使って収めたレイヤーがこれなんですけど、こういう形で、ホームページのデータを作ると。なので、印刷物と一緒に、ホームページのデータを収めると。で、それから、ホームページのデータだけじゃなくても、QGIS でのデータを提供していくと。で、一緒に、コンポーザーを提供することによって、印刷のお客さんもできるというような形の提供ができると。でこれができるようになることによって、地図印刷の連携ということで、まあ、最初に印刷用のデータを作るんですけども、ここから、まあ、印刷をかけて印刷物を作るという流れの中で、まあ、このデータを使って、またじゃあ QGIS のデータを使いましょう。でこの QGIS のデータを使うこと、QGIS に、収めることで、お客さんの方でオーバンプロッターがあれば、まあ、印刷はできるんですけども、で、まあ、オーバンプロッターってそんなに枚数印刷できないんで、大量に毎月印刷しようとすれば印刷機がいるんですね。で、お客さんの方で QGIS で収集したデータをもらえば、これをまた大量に印刷することができる。なので、ここで、ようやくぐるぐる回すことが
でさらに、インターネットで交換したい場合はそこをウェブデータで交換するこういうあの連携ができてくるというようなことでポスフォージが利用できています。あと、まあ、商用 DIS の連携ということなんですけども、まあ、こうやってあの商用 DIS も収められている事例って、まあ、もうたくさんあると思うんですけども、なかなかあの自治体の方って言うとあの、まあ、利用者を増やしたいんだけどもライセンスは買えないということが多々あると思うんです。であとシステム の, あの操作性とかも変えたくないというのもあるんですけども、まあ、ここに、オープンフォースフォージを入れることによって、ここは変えない。で、そこにプラスアルファで、オープンフォースを入れることによって、閲覧だけにするとか、ちょっと機能制限版にするとかですね、そういうことをすることによって、あの利用者を増やすということで、まあ、実際の方にもいろいろ使っていただくという環境を提供することができるというような事例も、あります。で、まとめになりますけども、先ほど言ったら、ホストというハンドボックスが後ろにあったんですけども、2011年6月4日の時には、まあ、弊社の方でできる技術で、まあ、オープンレイヤーとホスト GIS、マップサーバー、QGIS よっていう書き方されてたんですけども、まあ、今、まあ、COEXP、まあ、ちょっとこれライセンスの問題で今ちょっと使いづらくなってますけども、あと、まあ、オープンレイヤー3とか、EFTEST とか、まあ、デュオサーバー、PLT、FGU、ファイルミルとかですね。まあ、利用できるものがたくさん増えてきたなというところで、まあ、このコミュニティに参加する部分で、だんだん、あの、できることが増えてきたということで、あの、まあ、これからも参加していきたいなというふうに考えております。ということで、以上になります。北海道地図の交渉人の中に活動していてですけども、ご質問がある方はないですか？今後の予定のところにですね、利用サーバー、PG ルーティーとか、現在の予定とか、現在ですね、でこの辺、セリウムを今から積極的に、はい、そうですね、まあ、あの当時は北海道の時にもハンズオンさせていただいておりましたので、まあ、そこの部分でいろいろ、実際にちょっと今は言えないんですけど、あの仕事になっているのもあるので、あのどんどん大きくしていきたいとは思っております。はい、よろしくお願いいたします。それでは次の発表に行きたいと思います。次はですね、京都大学からですね、墨田さんよりタイトルが見えにくいんですけど、グラフ GIS セット R による VGI、 あ、少々お待ちください。グラス GIS セオンと R による時系列クラスター処理、まあ、あのコスの中では専門的な発表なので、よろしくお願いします。とはじめまして、京都大学の地球環境学堂というところの助教をしています、堤田と申します。よろしくお願いします。北海道勢に囲まれちゃったんですけど、あの日ハム優勝おめでとうございます。ちょっとマニアックな話になりがちで申し訳ないんですけども、グラス GIS は、使われている方がどれだけおられるかちょっと分かりませんけども、グラス、まあ、ラスターに限っての話をさせていただいて、グラスは非常にあのデータの管理が強いデータベース的な側面があって、R はまあ処理的な解析側の方が得意なので、まあ、その住み分けが非常にうまくできればいいなという話をしたいと思います。で自己紹介なんですけども、僕は専門は土地被覆モニタリングを、メインにやってまして、まあ、時系列的にですね、あの土地の被覆はどう変化、環境的にですね、どう変化していくかということをやっていたりですとか、その、まあ、被覆の分類をしたもののデータの、精度評価ですね、
精度評価を、まあ、空間的に評価して、こういうできた分類地図の中でこの辺の精度が高いけどこの辺の精度が悪いんだみたいな、そういったものを見せたりしたりしています。でそれがまあちょっと解析系の仕事をしてまして、もう一つもオープンデータ、オープン上データ を使った自然環境管理みたいな、仕事もしています。両方とも 4G 関係の方々に大変お世話になっています。で僕振り返ると博士時代に GIS をちゃんと始めて、でその前まではあの SE をやってたんですけども、まあいろいろありまして、大学に戻りました。でその時に、SE だった時にですね、 Linux とバッシュをよく勉強させてもらったので、その流れでグラスが非常に親和性が高くて、でまた R も、魅力的だったので勉強させてもらって、でもちろん休日はあのビジュアライゼーションとかで非常に便利だったので、この辺をちゃんとやりまして、で、仕事についてからもちょっと順序が変わったんですけど、R をメインとして休日グラスというようなものをよく使ってました。で、ちょっと留学みたいな感じで、イギリスの方に行きまして、その時に、まあ、環境もあったんですけれども、R と休日ばっかりやってました。で、周りもみんな R、休日、Python、感じだったので、あのもう日常的に何隔てなく皆さんオープンソースを使ってた印象がありました。で現在ですけども、ま、R 休日なんですけど、グラスがこの間に7になっていて、グラス7も実は魅力的なんじゃないみたいなところ を最近また気づき始めまして、でそこに関してちょっとお話しさせていただきますと思います。でちょっと個人的なんですけども、あの先週にワークショップを開催する予定で、でイギリス側からあの2人呼んで、でリスネーの長谷先生も呼んでワークショップやろうと思って意気込んでたんですけども、イギリス人の2人が急遽ドタキャンしやがったんでこれちょっと延期になりまして、で2月にやりたいと思いますので、もし興味ありましたら私の方までお声掛けください。あの情報をあの流したいと思いますの でこれに伴って本当はこのセッション出れなかったんですけども、まあそういう経緯もありまして、今回このように参加させていただくことができて大変、感謝しております。で、あともう一つ、僕プロジェクトの代表で、あのフェノロジーに着目した新たな全球と地質分類に関する、共同研究というものもやっています。あのフェノロジーは生態学者さんから見ると非常に、面白い、生物現象なんですけども、あのリモゼン側から見るとかなりざっくりと、NDVI とかを見てですね、その、 あのこう動きから、フェノロジーの状況を情報をあの抽出してそれを解析するみたいな、ことをやっていて、あのそこでなかなかうまくギャップが埋めれないとかありますけども、それで新たな土地地質分類を全球で作りたいなと思いまして、例えば今はあの、まあ、オープンデータとして普通の土地地質分類ですね、 IGBP とかが出しているようなやつとか、あとは、まあ、オペンの気候分類図みたいなものもありますけども、それにフェノロジーの情報を加えてというか、から考えた、新しいものを考えたら面白いんじゃないかなと、思って、やっています。もし興味ありましたら、共同研究者で募集中ですので、お声掛けください。で、今回の話は、時空間データ処理とかっていう話なんですけども、基本的に、あの、シークエンシャルな、ラスター、今回ラスターの話をしますけども、ラスターでこうタイムステップごとにですね、大量に何枚もあるわけですね。例えば、モーディスとかであれば、もう 1日に2回撮ってたりとかですね、ランドサップだと1日、じゃないや、16日ごとに撮ってたりとか、そういった、まあ、規則的に、時間的に規則的にこうデータがこう蓄積されていって、どんどん大量なデータが、生まれていっていくわけですね。でその中で、まあ、ざっくり言うと2つのやり方があって、1個は空間的にもうデータを取って、例えばまあ1枚ごとでもいいですし1年ごととかでもいいですし、そういうまあピックアップして、でそのデータを、分析して地図を作るっていう、空間時間的なアプローチですね、スパーサルテンポラー的なアプローチと、もう1個は、時間軸から始めてエクセルごとにこうタイムシリーズの時系列データを取っていって、それを解析することによって、地図を作るっていう、あの時間空間的なアプローチです。この2つが、
まあ、どっちを先にやる、まあ、2つのやり方があって、まずはまあどっちかの方向に進む、ですね。で、それで、まあ、この2つがあるということを前提にちょっと話を進めさせていただいて、今までの経験でいうと、例えば、これは1番の、時間、空間的な1番のアプローチなんですけども、このように時系列的に地図を作っていって、例えばこうやってジャカルタの都市圏なんですけども、都市圏がこう広がっていっているというようなものを、空間時間的なアプローチから、やってみたりとかですね。これも、同じような感じで、全球の土地縮がどのように、分かれているかというのをパーセント表示で、表している、図とかを作っていたりとか、でこちらに関しては、これも先ほどと一緒の当初の拡大の話なんですが、こっちは時間空間的な話で、ピクセルごとに時系列情報を、解析して、それで例えば黄色のところは2005年に、草原、平地から都市になっていったとか、オレンジは2004年とか、そういうようなものを、まあ、解析する、ことをしています。なので、まあ、2つのアプローチが大雑把にいて、あるんですね。で、本題に入りまして、グラス7なんですけども、グラス6から僕は入っていて、グラス7になってですね、ようやく安定版で落ち着いてきたので、よし使ってみようと思ってるんですけども、もともとラスターの R コマンドですね、 V、ベクターの V コマンドと、2つと、あと I コマンドか、イメージプロセッシングの3つに、分かれていたんですけども、それに、テンポラルプロセッシングの T コマンドというものが、新しく付け加えられました。で、今までこの 2G だった、GIS の、考え方から 3D に、3D というか T、空間時間軸の 3D ですね、の、ソフトウェアとしてグラスがこう、台頭してきたみたいなところがありまして、で、これは非常に先ほど言ってたような時系列のデータ処理に向いてるんじゃないかなと思いまして、で、これをちょっと、今回掘ってみました。で、テストをちょっとして、ちょっとこれ何ていうか、比べるもんじゃないなって僕やりながら思ってたんですけど、作りながらそんなことを考えてしまって、なんか話がおかしくなっちゃってるんですけど、一応使ってみたのは GIMS3G というデータセットがありまして、これは全球の NDVI という正規化植生指数ですね、高い値の方が植生がいっぱいあって、低い値の方が植生がない、簡単に言いますと。なので、サハラ砂漠ゼロだし、この辺アマゾンとかはすごい、植生密度が濃いので、高い値みたいな、単純なその0から1までの値となっているもので、で、期間が月に2回 の、のラスターデータがあって、それが1982年から2013年までの32年間のデータがあります。で、解像度がすごい低くて、8キロメートル解像度ですね。なので、自前のパソコンでも電球レベルの解析ができるっていう、逆のメリットありますけども、ちょっと荒いですということで、で、全部集めると、24×32 の768枚のラスターデータがあって、全部、今回使うデータは 2.7 ギガです。で、もともとのバイナリーは1枚 18.7 メガとかだったので、それをちょっと前処理して全部 TIFF にして、無駄な情報を落としてとかやって、で、1枚 3.6 メガになって、で、結果的にでもそれでも 2.7 ギガのデータを処理しようと考えています。で、単純に2つ同じような使い方ができるので、両方ともやってみたということで、で、使いやすさと、処理の時間をちょっと計測してみました。幸いなことに、研究室に大きなワークステーションがあって、メモリ128ギガとかありますよね。なので、それで R でも動かせれました。で、まず、データのインポートなんですけど、2.7 ギガをどうインポートするかっていうことなんですけども、グラスに関しては RE、GDAL コマンドで、GDAL で、
インポートして、で全部あのフォーループで回すと306秒かかったところ、R の方だと6秒で終わるっていう、あれみたいななるんですけども、これ実はやってることが全く違って、グラスの方はグラスの専用のデータベースに全部あの GDAL で移し込むので、それによって、まあ、多少時間がかかっている。で一方 R に関しては直接その元ファイルを参照していってるだけなので、ただあのアドレスを作ってるだけですね。なので、まあ、それで、まあ、早いというだけです。ね、元データを直接参照しているので R の方は、でソフト内にデータを持たないですね、まあ、この段階ではですけど。で今度その T コマンドでですね、時間情報を付け加えるんですけども、グラスに関してはインポートした768枚のラスターデータというのは、まあ、順番にはなってますけども、どのファイルが、いつからいつまでのデータみたいなことは、インポートしただけではまだ理解していないので、それを加える、必要があります。でまずは、t.create というコマンドで、時空間データベースを、作成しまして、でその後に、1枚ずつですね、どのデータがどこ始まり、いつ始まり、いつ終わりっていう情報を付け加える必要があります。で、これを作って最後に、時間情報を登録する、付加するという、作業があるんですけども、ちょっとですね、ここに非常に不満を感じていて、あの、1日ごととか定期的なデータだったら、あまりこれいらないんですね。すぐ作業終わるんですけども、月に2回ってなると、15日か16日か、とかっていうと微妙なニュアンスで違うと、自動的に取り入れてくれないので、これを全部手で作っていかないといけないんですね。なのでここのこのスタートエンドって書いているここの時間情報のリストを作成するのに、なかなか時間、それに時間がかかるというか、それに、手こずってしまった、のがありました。まあもちろん全部手で打つわけじゃなくてプログラム書いてたんですけども、まあ、こういう仕様になっているのでちょっと面倒くさいなと思って、で一方 R に関しては、あんまりそこまで細かいことをせずに何年何月っていう情報だけを付け加えればいいので、それは非常に、楽でした。 RTS コマンドっていうものだったんですけども、ありました。まあ、なんでここのデータベース作成のところに関してはクラスはちょっと面倒くさいかなっていうところはあります。でですね、これで全部あの時空間データベースが、両方とも作成できたんですけども、それで、まあ、せっかくなのでということでインポートした32年間のデータのうち2000年以降の、14年間のものだけをピックアップしてみようという作業をしてみました。で t.r エクストラクトコマンドというものがあって、それで、範囲を指定すると、2000年以降だけのデータを取ってきてくれる。でこれも、243秒、グラスでかかったのに対して R では、まあ、ほぼ一瞬で作成することができたって、なりました。だこれもただ比べちゃ本当はダメで、こちらに関してはまた新たな情報を、データベース内で、作り変えているので、まあ、作り変える時間がかかっているということ で R に関してはただ参照している場所を変えているだけなので、そんなに時間的な、内部作業はいらないと、いうことになります。でですね、今度ちょっと計算をしてみてですね、で計算して2000年以降の336枚のデータの全部の平均をガチャンと取ってみようとしますと、グラスでは t.last シリーズコマンドというのがありまして、これで、まあ、2分以内ぐらい、115秒で終わるに関して、R だと、もう 4.7 時間ってかかるんですね。まあ、他にいいやり方あるんでしょうけど、まあ、これが正規のやり方というか、一般的なスタッカーフライコマンドっていうものがあって、それで当てると、この150倍ぐらいの差が出てくることが分かりました。で、さらに、結構めんどくね、まあ、ただ平均取るだけだとめんどくさいんですけど、めんどくさくないんですけど、ちょっと資料がいろいろあってですね、よくエラーが起こって面倒くさいところがあって、一方で、まあ、グラスに関しては結構比較的にスムーズにちょっと当てることができました。できます。で、今度は、
今度は絶対ガチッと平均取るんじゃなくて、1年ごとに平均取ってみよう。2000年でこれ、2001年でこれ、2002年でこれっていうような計算をしてみようと思いまして、やってみると、プラスでは T ラストアグリゲートコマンドっていうものがあって、94秒で終わるんですけども、R で関しては、ピリオドドットアプライコマンドっていうのがあって、それで、まあ、640秒ぐらい、かかるようになります。で、まあ、こちらもグラフの方が非常に楽なんですよね。で、まあ、こういうふうに年次ごとに、こうどのように平均が変化しているかというアニメーションも、まあ、お互い作ることができます。で、グラスでですね、もうちょっと細かいカスタマイズしたい場合には t.rastmapcalccommand というのがあって、それでどこからどこまでの時間を、ピックアップして時間内のデータをピックアップしてそれで、まあ、計算するというような、ことができます。でですね、今までが、最初の方で言った一番に関するやり方のですね、空間、時間的なやり方ですね、空間範囲をピックアップして、それで当てはめるということをやっていたんですけども、ピクセルごとの時系列分析ですね、まず時間軸を取って、で時系列解析を当てはめようと思うと、グラスはちょっとそれができないんですね。で、R に関してはすごいいろいろたくさんパッケージとかもあって、で、こちらではまあほぼ何でも自由自在にカスタマイズできるので、そのような一番の方法ではグラスの方は得意なんですけども、2番に関しては、グラスではちょっとそこは処理できないという、ことになっています。で、だからなんだってことなんですけども、じゃあ1番でデータを管理して、それをグラスに取り込めばいいだけの話ですね。で、ここの連携が実は結構うまくいっていて、このグラスウィキのサイトにもやり方が載っているんですけども、t.rastexport というコマンドでグラスのデータを全部エクスポートして、StarGZip で固めて、まあ、ローカルに保存して、で、その保存したデータを R 側からですね、この R グラス7というパッケージとステルタイムパッケージというものを使って、リード T コマンドというものを使うとグラスの方にデータをインポートすることができます。で、データをインポートしたところで、R の方ではラスターのスタッククラスというものになりますので、そのように、R 側でデータを読み込んで、で時系列処理をして、で、最後終わったものをまた、まあ、グラスに戻したければグラスに戻して、というようなことを、するっていう流れになります。まあ、詳しくはこちらのウィキサイトに載っていますけども。なので、何が言いたいかと言いますと、グラスは非常にデータの管理に強くて、で、まあ、ちょっとちぐはぐなんですけども、簡単な処理であればグラスの方がもちろんむちゃくちゃ早いですね。C で書かれているので。で、なので、まあ、グラスはデータの管理とか簡単な分析にやって、で、一方 R は非常に解析チックなところで、で、ただカスタマイズがすごいしやすくいいので、パッケージを組み合わせれば、まあ、結構思ったことを何でもできる。けども、まあ、ただ大変遅い。で、さらにメモリのフローの心配もあるということです。で、まあ、こちらを仲良く使えばいいなって、思っているわけですね。何言ったことかな。です。なので、結構こう仕事をしているとデータがバラバラになっちゃったりとか、なんか何をやってたっけみたいなことよくあるんですけども、もうちょっとこう戦略的に考えて、グラスの方でデータをきっちり管理して、で、できるところまでがグラスでこう作ってしまって、例えば2000年か2013年までのデータを今使うんだとって言ったら、まあグラスでそこまでは処理してしまって、そこからさらにもっとなんか時系列複雑な解析とか、やりたいのであれば、そこから R に持っていくと非常に効率的にうまくこの組み合わせがよくできればいいのかなと、考えています。で、今後なんですけども、今回8キロ解像度っていうすごい荒いものを使ってます。もっと細かいのやりたいんですね。250メートルとか30メートルとかの、もっと細かいデータを使いたくて、で、それをやればグラスいいなと思うんですけども、まあ、そもそもワークステーションで処理が足りるのかとか
って、いろいろ、まあ、問題があって、で、Google Earth Engine みたいな、あるんですけども、Google Earth Engine を使うと、そのもう、手前、自前でデータを全部取る必要もなくて、全部クラウド上でやってしまうっていうような、オニサイトがあるんですけども、まあ、それの、掃除サービスみたいなのがないのかなって思いながら、仕事をしています。で、はい、こちらにちょっと参考をまとめましたけども、まあ、グラスに興味ある方は、まあ、グラスのウィキだったりとか、いろいろ、先生方のサイトもあって、特に笠原先生のトラリモンとか、オープンソースを使う GIS 入門とか、僕も学生の頃すごい、ここから勉強させてもらったので、参考になると思います。で、まあ、R に関しても、RGIS とか、スペースタイムとか、ラスターパッケージの、参考書があるので、この辺を、勉強してもらえばいいのかなと思って。で、まあ、ちょっと告知ですけども、先ほど言った、お流れした、GI サイエンス的なやつが、2月にやりますのと、あと、JPGU の、セッションも僕持ちますので、もしよかったら、お声掛けください。はい、以上です。ありがとうございます。この参考のところは、一台の生活の、スタッフもですね、たくさん入っているので、どなたかご質問のある方はおられますか？何用ですかね。じゃあ私の方からグラスと R のいいところを取って、活用していこうっていう、勉強だったんですけど、ピクセルごとの時系列処理、何かにあったような気もするので、はい、ちょっとメーカーさんであたりに聞いて、させていただきたいなと思います。はい、どうもありがとうございます。さて、事例紹介の最後はですね、ポツポチ北海道から、古川さん、ね、タイトルは6人の勉強会から7人のカンファレンスの2つまでっていう、あ、200ですね。では古川さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。では古川です。タイトル落ち案っていうあれですけど、見たまんまです。6人から200人ぐらいのカンファレンス作りましたよっていう、お話をしたいと思います。で、まあ、何回かお会いしたこともいらっしゃると思うんですが、まあ、私についてなんですけれども、まあ、古川といいますね、アイコンとかこんなん出てます、たまに。で、まあ、いろんな、組織とか学校とか、今ちょっと国内お休みなんですけど、いろいろ行ったりしてます。で、関西方面ですと、200人を韓国に連れていくといってですね、物議を醸してですね、ちょっと国際問題になったりとかですね、したんですけど、まあ、それはまあ、ごめんなさいということで。で、あと、まあ、今日もちょっといくつか出てましたけど、ホイールマップ .org とかのことを、北大とかでやったりしてます。で、ホイールマップ、初めての方もいらっしゃると思うんですけど、ググってもらって、まあ、多言語で見えるその、オープンストリートマップのデータを、ベースとしたもので、本当にシンプルなんですけど、世界で今70万箇所ぐらい、ポイントが入っています。なので、もしよければ、出してください。で、あと、まあ、今日、数万しかないんですけど、1万枚ぐらい振っちゃいましたので、あげます。で、これ、いろんなところに配ってまして、マップボックスの偉い人とかも貼ってくれて、まあ、ありがたいなと思っています。で、今年の、6月から見えるねっていう会社を、朝日さんとか、キリモさんとか、東京にいらっしゃるの、ご掃除を東京にいらっしゃるんですけども、ちょっと立てました。で、まあ、ちょっとご存じの方が、見えるねチルっていう、まあ、ウェブの、ですね、カスタムデザインの地図の配信をやってます。で、これは今フリーですので、基本的に見える、ね、地図とか、後でリーフレットもお渡ししますけども、休日でも、自分の、サイトでも、最近はカートもちゃんと、XYZ を入れちゃえば見れるんで、できます。で、あと最近、この2週間ぐらい前、これの白黒版も作りました。
でこれもまあめちゃくちゃ綺麗なんで、であの後ろにあのごめんなさい、ああいう、絵はがきとかも作ってますんで、でこれもあのこれでもちろんオープンスペースですので、絵はがき作ろうが、T シャツ作ろうが、お布団作ろうが、何でも OK ですのでやってください。で、はがきもすごいおしゃれなので、あのちょっとかわいい地図好きのあの子にプレゼントってやってもらうので、すごく理解してくれると思います。で、あと、まあ、ちょっと真面目なお仕事とかは、ちょっとこういう SFM を作ったりとか、あのダニエルさんにおっしゃってもらった、さっきのポスターに出てましたけど、ポートリーとかを使ってグリグリ動かすのもやったりとかしています。で、まあ、ドローン関係ですと、ちょっとご覧になったことがあると思うんですが、そのドローンの人命救助の大会に先日出てまして、もう死ぬかと思いましたが、すごい大変だったんですけど、でまあ、これもコンテストとか出てて、ですごい山奥でやってですね、でまあ、こんな絵とかあのあるんですけど、これ3キロのものを持ち上げて横に置いてきたら、マネキンの横に置いてきたら500万円というすごいレギュレーションなんですが、どこも多分成功しなかったんですけど、この写真のまあこの辺でボケーって見た形ですので、まあ、もし同心とか北海道新聞とかググってもらいましたら、あとまあ真面目になんかこういうなんかロングとかベルベルとか言ってなんかまあこういう図とか作ったりとかしてますし、あと最初 の, あの近藤さんの方にもちょっと被るんですけど、オープンサイエンスに関するレビューと日本生態学会誌にちょっと、去年、今年の3月に書いたりとかして、でさっき言ってたんですけど、文字数超えちゃって3万円払うことになってしまってですね、僕の3万円を皆さんが活用してもらう、これ CC バラですので、どんどん使ってあの3万円を消化していただけるとすごく嬉しいです。であと、まあ、T シャツもちょっと作ってます、ね、今日着てるのとか、あのまあ、ライトにもちょっとくれますけども、でも2500円で今日後ろで。売ってますんで、いいなと思った方はぜひあの買ってあげると運営がないという喜ぶと思います。であと趣味は、まあ、マッキストップとかやってます。これいいです、はい。まあ、あと細かい高校卒業論文奈良でした。でしかも奈良女子大学附属中高、そしてあの今日来てる、ね、あの中西さんも実は同じ中高だったんですけれども、であの卒業式がすぐそこの報道でやりまして、で、まあ、高校卒業当時の奈良っていうとですね、どんなんだったかっていうと、大体右京と左京って言いましたけど、まだあの東大寺って立ったからきっかけだったんで、大仏がまだ立ってたんですよね。その後疲れて座っちゃって偉い気がするんですけども、いやー、すごいなんか発達してびっくりしたんですが、で、まあ、置いといて、で、じゃあ、まあ、おそらく2016奈良関係ということで、あのせっかくならなんかお話でもしてくださいよって出しましょうかって話をしたんですけど、それを相談したのがエルキンリンじゃねとか言われて、って言われてですね、でもまあ奈良生まれだからよろって言われてですね、あれ奈良に生まれてよかったって話なんですけども、で、今日お話しするのは当時北海道の話をちょっとしたいと思います。で、まあおさらいということで、あの初めての方もいらっしゃると思う、当時ってまあやっぱりあるんですよね。あのソフトウェアの方もあります。いろいろ有名な恐竜の話が出たんですけども、もう一つコミュニティとかイベントの話もあります。例えば、ホスジボーンとか2016この間とかは、ものすごいたくさんの人がこうやって集まって、まあ、あの森さんとか、小山さんと行かれたと思うんですけども、って言って、まあ、大勢の人が集まる。で、コミュニティとイベントもあって、で、じゃあ日本でどうかっていうと、まあ、大阪とか、まあ、過去関西ですけど、とか東京とかでやってて、2006年からやってます。で、2006年もうちょっと後ですけど、まあ、2012年。にその後に北海道というのは誕生したという話です。で、当時北海道の、コミュニティの話なんですけど、ですね、参加したことある人はどれぐらいいます？結構いますよね。むちゃくちゃ遠いのに。というか、最近はもうあの LCC のおかげであのさっと行けるようになって、実は道外からもいっぱい、北海道外からも参加してくださる、すごく増えました。ありがとうございます。で、まあ、今からお話しするということで、あのどういう話をしたいかというと、まあ、コミュニティ作ってみようかなという人もちょっといいかなと思います。あと、まあ、地域コミュニティ、今日もあの不動産ならとかお話ありましたけど、っていう参加している方にもちょっと参考してもらえたら、もちろんあの僕らがすごいって話じゃなくて、これやってますよって話で、あとさらにこんな方にもということで、なんかさらに一緒に広げたいとか、なんか今日運営に疲れてるとか、あともう美術家の話終わりなんかいっぱいですっていう人とかの最後のデザートということで、ちょっとやってもらえたらなというふうに。で、まあ、今後も参考になればと思ってます。で、何の話をするかというと、成り立ちと、まあ、仕組みとどんな成果があったかという話ですね。で、成り立ちなんですけど、で、成り立ちということで、2007年に始まるんですけど、僕ちょっとシアトル行った時に、あの、まだ、カンタム GIS って言ってた頃の、いわゆる今の QGIS 0.8 って見せてもらったんです。今木さんって明日のハンズノンでいらっしゃる方なんですけども、で、その時、まだシアトルにいらっしゃって、で、ちょっとこれ見なよって、わーってこうやって、
もうなんかシェイプが開けるからって言ってて、ね、かなりびっくりしたんですよね。あのアークなんとかじゃないとダメなんじゃないのとか言ってたんですけど、でまあ次の年ぐらいに、北海道のキーパーさんで久保真由美さんって方が、まあ、あの前真由美ポットっていうそのツイッターでよくいろいろペロペロ言ってる人ですけど、見てるかな、見てるかな。で、久保さんと僕がですね、その北大のコーティップっていう、まあ、あの教育機関で同期だったんですけども、そこで一緒だったんですね。まあ、こういう前振りがあって、で次の年ぐらいに、あの今木さんが北大の講習会やるよって言って来たんですね。でそこで僕と、久保さんが一緒に入って、でうわさらに進化してるってびっくりしたと。で、それをそのワクワクを受けて、2010年にじゃあ休日勉強会やるかって言って、で最初はキックオフのミーティングかなんかにしたら6人ぐらいだったんですよね。これが最初の6人でした。でまだこの頃バージョン 1.4 ぐらいで、まあ、これちょっと別の時ですけど、まあ、こんな感じでゼミとか借りてやってた。これ多分三田さんも、三田さんも出入りしてたと思うんですけど、懐かしい教室だと思うんですけども。で今はもうググっても出ると思うんですが、ジフラボという今のブログがまだ残ってます。でまあ、ここでちょっとずつやってたんですけど、まあ、この当時であの触ってた方もご存知と思うんですが、日本語シェフでドーンって感じでですね、すぐ落ちちゃうというふうな、まあ、なかなか苦労した時代ではありましたが、でも非常に面白かったです。でまあ、2011年になると、はい、まあ、あのいわゆる震災とか起きて、でメンバーで震災対応をしたりとか、あと、まあ、それの、まあ、ご縁で放送時特許とかに、まあ、ちょっとお呼ばれしていて、でまあ、それ当時の写真ちょっと掘り出してきたんですけど、まだなんかみんなちょっと若かったりとかですね、いろんな方とか知ってる方とかいるかもしれないんですが、なんかワイワイやってて、でそこに今一緒にやってる朝日さんとか僕とかが初めましてということで話をしてたらですね、そこにこんな人が現れてですねご存知の方いるかもしれない、東京とかでもいらっしゃると思うんですが、その岩崎さんっていう、まあ、運営委員の方ですけども、まあすぐにゼロゼロになったんですけど、呼び出してお前らやれと、お前らやれとしか言わない、何のことですかって言ったら、北海道でやれと。でそれを見てガーンとなったんですけれども、まあ、一応やろうということで、ということで、まあ、OFGOGP の支援を受けて、そうじゃ北海道じゃやろうということになりました。で、2012年に分けて、まあ、さっきもちょっと発表ありましたけど、まあ、第1回目やって、で最初、まあ、ワーキングスペースで70人ぐらい来ていただいて、まあ、ちょっとあんまり写真なかったんですけど、まあ、みんなワイワイやって、まあ、これまとめた写真ぐらいだったんですけど、であと、まあ、こんな、まあ、小さいですけど、ハンズオンとかも、でもそれでもすぐ埋まったりとかしてですね、なんかびっくりしたんですけど、まあ、これでも休日だけでも40人ぐらいパッと来て、おーとか言ってたんですが、で、あと、まあ、後に伝説からの3ギットぐらいで、その、唐揚げなんですけど、タワーを出したりとか、あと、まあ、この辺りからもうアスパラ、夏ぐらいなので、美味しいアスパラ出そうぜって言って、どんどん出してまして、これが2012でした。2013年に第2回目やろうって言って、で、札幌テレビで、通りやろうって言って、なんか、場所はやっぱ面白いところあるじゃないと来ないよねって言われて、それで、まあ、120人ぐらい来て、で最初ここでやろうとしたんですけど、ここめちゃくちゃ高くて狭いっていうことなので、まあ、ここになっちゃったんですけども、商談の事情で。まあ、でも、会場としてはこんな熱気もない。この時もいろんな方が来ていただいて、森さんも来ていただきましたし、知林さんからもお話も来ていただいて、すごく盛況でした。で、まあ、これちょっと、ハンドの準備前でバタバタして、結構広いところやって、で、あと、懇親会中がすごい大きい人とか来てですね、明るくて、なんかびっくりしたんですけど、まあ、こういうちょっとおふざけもありので、やりました。で、2010年、10年はちょっとはしゃぎますけど、3回目、4回目って、まあ、さっきもお話しあった北海道地でプレイツアーとか行ったりとか、あと北大の行動会行ったりとかで、この辺ぐらいからも急に人が増やすんで200人ぐらいになってきたんですね。で、まあ、プレイツアーもさっき写真ありました、ここだったりとか、で、これとか、さっき言ってた話であったんですけど、4つ印刷機があるのはどういう意味かというと、CMYK なんですよね、これね。なので、1つ C が出るたびに歓声が上がるって、なんかすごい状態だったんですけど、まあ、これでやってます。で、まあ、あと、まあ、これで次、北大でやって、まあ、結構、こんな大きい会場でやってるんですけども、で、実際、まあ、スペシャルが、こうやって、砂場プロジェクターとかをやったり作ってる人がいて、実際、物も出すっていうこともやったりしてたんですね。こうやると、色が変わるんですね、全部。その、投稿線、子供の、そういう地理教育もすごくいいやつなんですけど、そういうのやってます。で、これ作ってる、フリーの方がいらっしゃって、持ってきてくださったりとかして、うわ、すげえとか思ったんですけど、でやっぱり、まあ、相変わらず残機とか出してるんですけど、でまあ、飯もやって、あとまあちょっと飲んじゃってますけど、まあ、お酒もいっぱい。でも、まあ、すごくたくさん、これも今週から最後残ってる人なんで、本当はもっと多いんですけど、
で今年も5回目です。で今年はやっぱりコアベイも有料化しようっていうのはしました。1000円ぐらいですけど、ただその分懇親会費を値下げして両方出る人は結構お得になるっていうのを結構来ました。でもぶっちゃけ200人もちょっとやるの大変だなって話して減ってもいいかなっていうぐらいでしたんですけど、あんまり減らなくてですね、170人来てしまってまあいいかってやったんですけど、でも会場公演クリエイティブセンターを作りました。で相変わらずなんか2問出してですね、カキとか出したりとか、なんかエビとかなんとかとか、あと地元の小樽ビールとかこんなでっかいところでみんなでこうガーッとかやったりとかしてまして、でもすごい組んで、なんか今週からあんまり人が減らなくて大変だったんですけど、でまあこんな感じで毎年寝てる人がいてびっくりしたことですが、まあ誰とは言いませんけれどもっていうぐらいです。でまあ推移ちょっと2つ見ますけれども、まあ、やっぱりあのですね、このもうすごい増えてまして、ただまあさっき言いました、最後にちょっとお金取ったが減ったっていうのがあります。でただこの減ったのはもちろんこっちに使いましたよっていうことで、まあまあいいかっていう感じになってますね。でよいしょ。でまあこれがであとしゃべりキーノートの方なんですけど、瞬間最大というか2014年18から9ぐらいまで行ったんですけども、でこれは3日間やってたというのもあったんですが、でも今年とか去年ぐらいは意識して下げました。今日もあったと思うんですけど、やっぱり頻繁な休憩とおやつ取るってすごい大事だな。これ休憩時間なんですけれども、こういうふうにバイバイしても休憩ごとにみんな話とか名刺交換とか、あれ質問とかがあったりとか、で、まあ、やっぱり休憩することにいろんなコミュニケーションがあるのはすごくいいなと思いました。なので、まあ、ちょっと下がっても大丈夫と思ってます。あと、ハンズオンは最初 4コマだったんですけども、もうなんか6コマで普通に東京とか大阪レベルにはやってます。で、まあ、最後たまたま増えたのは、まあ、1個教室相手かやるかってやって、まあ、全然、ね、大変じゃなかったです。あと、ライトニングですけども、これ19とかライトニングでして、5分喋って、もう100分喋られっぱなしという、すごい状態になったところが気になってますね。えらいことになって、もうなんか題目がこんなになってですね、19って、好きすぎだろうって言ったんですけど、まあでもそれもライブのきっかけで、まあやっぱりいろんなコミュニケーションがさらに増幅されたっていうのはすごく良かったなと思ってます。で、まあアンケートを見ると、やっぱりまあすごく良かったなっていうのが媒体で、でこちらから悪いって人で、まあ、こういうのはすごく注目しなきゃいけないと思ってよく見てたんですけど、やっぱり喋ってる内容は、行動スキルというか、初心者の方だったらしいので、まあ、でもそこはちょっと気をつけないといけないなと思ってます。あと、どこで知りましたかということで、ほとんどがSNS とかメーリングリストとかっていうことで、かなり、もう半分以上がそれで来てました。で、参加者構成でもざっくりなんですけども、イラスト屋さんの上にですよね。大体まあこれぐらいかなと、3割3割3割って民間とか実験の人がいるんだけど、まあ、学生でやっぱそんなに多くはないですよっていうのがあります。まあ、平日やってたっていうのもあるんですけども。で、まあ仕組みについてですけども、まあどういうふうに仕組みで回してるんですかって話、まあ、大体2ヶ月ぐらい前から準備を始めてます。5月ぐらいですね。で、スタッフっていうことで大体7人ぐらいで回してます。で、当日すると12人ぐらいなんですけど、基本的に得意技で呼んでます。で、どういうツールでやるか、まあ生のミーティングと Google ドライブとで、まあ、特に生のミーティングはでも 3,4 回ぐらいしか開かないです。むしろそんなみんな忙しいからっていうこと、要するに進捗確認と決定しかしません。これちょっと昔でもこうやってまあやってるどっかの会からとか、で、まあ、Google ドライブとかもまあすごく便利でやってて、まあ、やっぱり準備シート大事だなって言って、もうシート1個しか作らないです。もう何個もファイル作ってるとどれが何って分かんない、ここにガガガってつけてればいいかなって。でそこにはもうスケジュールとか反応とか準備物とか宣伝先とか全部一つのシートに、一つのファイルにまとめちゃってます。毎回なんか反応どこだっけとか聞いてるのがもうめんどくさいっていうのがあるんで、で、まあそのめんどくささっていうのを一番やっぱりこの2年で解決したのがこれスラックだなと。スラックを使ってる方います？知ってる？知ってる方、そうですよね。だったら便利だなって思いますよね。2015年くらいスラックやってまして、あと IFTTT とかいろいろ連動したりとか、問い合わせのメールも全部飛んでくるようにしてあるし、PTX の新しい問い合わせの、なんだろう、受付とかあるとまだ飛んでいます。チャンネルは20くらい使ってます。で、スラックの2つですけど、だいたい8600ぐらいのメッセージがあってて、これでどういうことかというと、だいたい準備中は1日あたり71ぐらいのメッセージが飛び交ってると。これメール書いてたらえらいことなので、もう全然やってられないということで言いました。
あとスラックチャンネルから見る運営ということで、大体まあ20ぐらいあるんですけど、まあ、特徴的なのはいくつか紹介しますけど、例えばイクイプメントっていうのがあって、プロジェクターとかモックとか Wi-Fi とかかなりテクノロジーというか準備に細かいこととかやってたりとか、ちょっと面白い本番チャンネルってあって、もう本番用のチャットのみに特化してるの。連絡用のすると。例えば、僕たちさんちょっと怖い怖い怖いとかいうのいちいち言うの大変なので、もうそういうのとか買い出しってとか、なんかそういうのをやったりとかやってます。あと、まあ、本当、組織論じゃないですけど、リーダーとか、分業を明確にしようっていうのやってて、で、やっぱり得意ベースの無理なくシンプルな運営をしてるっていうのは大事かなと、ここ何年かは思ってました。であと、成果ですけど、これ大事かなと思ってて、で、まあ、やっぱり毎年思うんですけど、ウェイなイベントで終わってないかと、ウェイ乾杯だけで終わってないかと、ちゃんと振り返りをしようと思ってます。で、例えば、今日で言うと、今日まとめた成果と価値とその他っていうの3つでお話をしたいんですけど、まあ、ごめんなさい、技術と価値とその他ですけども、技術っていうのはやっぱり、まあ、もともと北海道ってすごく大変なとこなので、半分とか関連勉強会っていうのはすごくいっぱい開かれるようになって、みんな技術力が向上しましたっていうのがありますよね。あと、北海道内のオープンデータ、先日も青木さんとか来ていただいていろいろお話したと思うんですけど、そのオープンデータが道内でもいろいろ今活発で、そこに対していろいろコミットできているというのがあります。あと、その他のまあコミュニティとも交流が増えてますってありますよね。相互参加とか、まあ、なんか最近自分が対バンみたいなので、対バンってバンドが乱入してきて一緒にライブやるような、あんなノリでいろんなところでやってますってあります。あと、価値ですよね。やっぱり面識が高まるっていうのがありますよね。やっぱり自分たちの会社だけでやっててもあれはイラスト屋さん便利ですね。まあ面識がいろんなところで、普通自分の会社とかオープンイノベーションの話じゃないんですけど、自分のところの技術やったらやっぱり頭打ちになってくるし、だからといっても言っていいってこと、ダメなところもあるんですが、でもやっぱり顔見知りってすごく強いなと思いました。あとやっぱ美味しい懇親会文化の発信っていうのはすごく重要です。あとまあ動画にゲストイベントとか作ったりとか、まあ、先日もあったんですけど、ミートアップじゃなくてミートでもなくてラムアップっていうのをやりまして、それ青木さんとかオープンデータの庄司さんとか来ていただいたんですけども、学会で来たついでにラムアップしようって言って、こんなピーチクとか作ってですね、ミートじゃなくてラムにしようって言って、で、まあ、これ結構 2,30 人ぐらい来たんですよね。でここに映ってる人ほとんど5年前知らなかったんですよ。会ったことない人がラムアップで来て、まあ、その後、掃除北海道関連もあるんですけど、一緒に肉食ってるってすごいなっていう話がありました。あと、皆さんご存知のように、札幌保育園マップっていうのがいろんな各地で生まれてますけど、そういう地域課題の解決にも貢献して、コードフォー札幌とかとも協力をどんどん内外でもやっていっております。あと、まあ、やや王道気味ですけど、書籍の執筆とかもやってますし、まあ、基本的に朝日さんとかですけども、あと、まあ、うっかり転職、うっかり企業、うっかり協力とかもやったりとかしてますね。で、あとちょっと重要なのは、世代交代をちょっと推進をしています。この1、2年で。というのは、もう、最初のコアメンバーのこの人はアラフォーなんですよね。それも、まあ、アラサーの方に、ちょっとどんどんお願いをしていかないとダメだな、というふうに言って、意識してやっています。で、まあ、例えばですけど、この乾杯のさっきの社長の彼ですが、27歳です。こんな汚いんですけど、汚いって言ってこれです。ひげだらけなんですが。で、最初、27とか言ってたけど、まあでも全然って言って、すごくしっかりした人で面白いなって思います。なので、まあちょっと世代交代大事ってことです。ということで、まとめに変えるんですけど、まあこんな調子でずっとやってたんですが、当初はやっぱりですね、敷居が低すぎだって言って、なんか偉い人怒られたこともありましてですね、すいませんと思ったら、あんまりでもちょっと気にしなかったのがあって、で多分すごく大事なこの辺は思ってたのは、誰のためにやってるのかっていうことをすごく、でそれに何を提供できるのかっていうと、あともともと普及啓発って何なのかっていうところですね。そのベースのところは大事にしたいと。で北海道その特有の問題としてなんですけど、やっぱりすごい広大な土地に分散している仲間が必ずいるはずだ、楽しい仲間が絶対いるはずだっていうことを、あとすごく偏僻な地域でもフリーで適切な機会を提供するっていうのは、これは絶対揺るがない哲学だったので、ここは実現したいっていうのがありました。例えばその成果としては、一部でちょっと話題になったんですけど、燃え上がれ東北という、このプレゼンすごく最高で、今年の細字北海道の最後に締めに話してもらったんですけど、
稚内っていうすごい人が全然いないところっていうじゃ申し訳ないんですが、日本の最先端を行くっていうんですかね。褒めてますよ。でところでどうコミュニティを作ってたかっていう、あの田中さんという方がいらっしゃって、その中の田中さんもともと何も法人も友達もイベントも作ったことがなかった人なんだけど、こういうスライドとか出てきた、だったら自分で動くしかないだろうっていうふうに、彼自身が中心となって多くのコミュニティを今作って運営しているということです。つまりぜひこの燃え上がる動画を見てください。でやっぱり参加人数よりそこで何が生まれたかっていうのはもう最近とても重要視していきたいなと思ってます。もう来年とか50人でも100人でもいいかなと思ってますし、その辺はあんまりなのでタイトルとちょっと違うやんけど、お前200人でドヤ顔で来たはずなのにっていうのはあるんだけど、でもやっぱり価値とか成果はやっぱりちょっと見ていかないといけないなと。でもこれ本当にユーザーエクスペリエンスだなと思ってて、質的な部分とか精神的な価値っていうのをより高めないとあんまりもったいないなと。で最近面白かったのはこのプリンス の矢崎さんの紹介ですけど、みんなで踊れるのかというあの社会課題の解決方法っていうのはちょっとやっぱり気にするといいなと。つまりみんなで踊れるのか、みんなで踊れるかってどういうことだったら、楽しくて思わず誰もが参加したいっていうことですね。っていうところでコミュニティって大きくなるのかもしれないなと思っています。ということで、いろんな掃除で変化が起きます。これも一人でも OFGO と JP とか皆さんのおかげだなと思って、ありがとうございます。そしてまた次のステージも僕ら行こうかなと考えて、あとやっぱり一番大事なのは誰に何をあげるかすげえ大事っていう話をちょっと考えたいと思います。どうもありがとうございました。感動しました。嘘だみたいな。ありがとうございます。大変貴重な発表ありがとうございます。簡単かつシンプルに、そしてメッセージングがすごくですね、適切なプレゼンテーションされる方だというふうに思ってます。このメールを聞いて。ですね、古川さんの質問はとりあえず、今から休憩になります。で皆さん個別にいろいろお尋ねしていただきたいと思います。で、次はですね、20分、再開でしたかね。はい。20分から再開させていただきます。